ハンディスミツボ自動巻きの壺糸の交換方法についてご説明します。はじめにゼンマイチャージを解除し、タンク蓋を開けます。ドラムカバーを反時計回りに回して取り外し、ドラムを取り出します。まずドラムから古い壺糸をほどいて取り外します。新しい壺糸を用意し、壺糸の先に結び目を作ります。次に輪を作ります。輪をひねり、2つの輪を重ねます。重ねた輪にドラムを通します。壺糸を軽く引き、ドラムに壺糸を固定します。糸巻き方向へ壺糸を巻きます。はじめにカルコの壺糸を通す穴の位置を確認します。今回は細いの字のある穴の方に糸を通します。壺糸をカルコの先端の穴から通します。通した壺糸の先端に結び目を作ります。壺糸の結び目をカルコのくぼみにはめ込みます。余分に出ている壺糸を切ります。これで安全カルコ2に壺糸を取り付ける作業は完了です。はじめに壺糸の先端に結び目を作ります。次に輪を作ります。長い方のつぼ糸を引き、輪を小さくします。カルコの溝に輪を引っ掛けます。つぼ糸を引き、壺糸をカルコに固定します。余分に出ている壺糸を切ります。壺糸をねじって輪を作ります。壺糸を針に巻いてカルコの壺糸に引っ掛けます。これでカルコ小に壺糸を取り付ける作業は完了です。ドラムを元の場所に入れます。シャフトの隣の溝に壺糸を通します。壺糸をセーフティーリングの切れ目に通します。ドラムカバーを時計回りに回してはめ込みます。タンク蓋を閉じ、壺糸を巻き取ります。ゼンマイチャージをし直します。これで壺糸の交換作業は完了です。